どうも、内山美恵です。今回はね、おもちゃコーナーに行ったらキッズ用のティピーテントが売ってたんですよ。これキャンプでも使えるのかな、どんなものなのか早速組み立てていこうと思います。ちなみにやり方が後ろに書いてあって、組み立て簡単って書いてあるんだよね。インテリアにもなるかっこいいテント。これインテリアってこう部屋の中で飾るってこと？どんだけ広い部屋に住んだらいいんだって感じだけどね。こっちの面に書いてあるやり方にのっとってやっていきましょう。ティピーテントね、私スノーボードの DVD 出てた時にオフショット撮影でガチなやつを女の子8人ぐらいで組み立てたことはあるんですよ。ただ今回一人ぼっちなので、まあ、簡単に組み立てれるって書いてはあるんだけど、もうめっちゃ不安だよね、できるかどうか。入ってたのがまずこのビニールと、めっちゃ棒いっぱい、超不安、やばい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 。あ、まだマシっぽい。2つの束が現れましたね。よし、まず箱からテントとボールを取り出してテントを広げます。 OK。 あ、かわいい。おー、絵柄が出てきたぞ。インディアンスタイル、それっぽいね。さあさあ、これをまず広げると、はいはい、あ、なんかもう元から、そっか、元からこんな感じになってる。これは簡単そうだ。あー、なんかもうなんか草なのか虫なのか、完全服装間違ったよねこれ。もうめっちゃもうすでに三角っぽい。本当に簡単にできちゃうかもしれない。はい、広げました。広げましたってこういうことで合ってる。はい、次ポール A とポール B の、あ、分かった分かった、 OKOKOK。 これとこれを作るってことだね。やってみよう。できんのか。あ、なるほど、だからポール A とポール B で2個のブロックだったんだね。おお、なんか手品ができそう。こんな感じで、もうこうなってるからカチンカチンってしていくだけだ。カチンカチン作戦だね。で、こうやって全部をつなげるとできた。はいはいはい、できた。次はこっちが三角になりそうだね。やばい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 。あ、オッケー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 。これアンパンマンのさ、なんだっけ、骨骨ロックみたいな、骨骨マンだっけ、なんかそんな感じ。はいはい、つなげましたよ。で、なんかこの広げ方が難しそうだね。え、これどうなったら正解？これどうなったら正解？ここ、あ、あった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 、ここポイントみたいだ。ポール B の差し込み口に差し込みます。わからん、まあ、とにかくやるだ。なんか奇跡のそれっぽい感じになった。よし、本体にある紐でポールを結びしっかり固定します。え、紐？紐？さっきのこれ紐？これ本体にある、あ、あった、紐、てっぺんの紐か、これで結ぶのか。あ、順番間違えた、これ。あ、全然間違えてる。広げたテントの内側にポール B を置きますって。あ、無理だね。一回取ります。いや、間違えた間違えた。本当はまずこの状態ですね。こうしてからこれを
いですよ、こうやって。はい、そしてここを結ぶんですね。あ、できたできた。ここで紐を結んで固定して、おー、立った立った立った、ピピが立ったぞ。そしたらこの図のようになる。あここで初めてこれが連結されるわけですね。よし、行ってみよう。よし、できた。そしたら最後、中にある紐を結びます。完成です。やった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 、できた。じゃあお部屋ご案内します。行ってみよう。やったー。では早速中の方ご覧いただきましょう。パパ、さあお邪魔します。オープン。こんな感じです。もうね、秘密基地って感じ。楽しい。ここにね、紐が外側と入り口をね、まとめれるっぽいんだよね。今日はね、秘密基地でお菓子用意してきたよ。お菓子ってちょっと発音変だな。じゃじゃーん。いいね、このね、秘密基地の中で食べていきたいと思います。どっち食べようかな。こっち。なぜならプリッツを最近食べた ばかりだからです。バター醤油味、チップスター。あ、めっちゃいい匂い。バターのめっちゃいい匂いした。えへ、楽しい。私でも組み立てられたからね、お母さん簡単に組み立てれると思います。あとね、そうそう、見て、東北といえば今の時期、そう、もう見えてるね、山形お近くなんだけど、さくらんぼ初めてお裾分けでいただいて、こんなに大きくて宝石のようなのことを知らなくて、すごいね。なんか東北のことまだまだ知らないのがいっぱいなんだなって思ったんだけど、これをね、お裾分けでいただいたんですよ。改めて太陽の光浴びるともっとツヤツヤでしょ。すごいよね。こんな高級なのね。いただきます。ポテチ先食べたから味がちょっと美味しいって言えばいいんだけどいや迷ったよ今。美味しいってリアクションしようかなって思ったんだけど、正直今ちょっとバター醤油にやられてちょっと繊細な味が分かんなかった順番逆だった、食べるの。いや、もう一回食べてみよう。分かった。1個目のさくらんぼでちょっとバター醤油感が中和されたから、もう肉厚感がすごいです。もうプリップリで、こんなに果肉がたっぷり感じれるさくらんぼ初めて食べました。味は分かんないはい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回ね、私撮影の前にウキウキポイントがあって、動画とは関係ないんですけど、このね、このシューズ、これ最近ゲットした靴なんですけど、もうこれ履く日をね、すごい楽しみにしたんですよ。で、今日ね、一発目の初おろしだったんで、もうめっちゃね、今日撮影する前から家を出た時からもうめっちゃね、ワクワクしてました。はい、今回はね、このおもちゃコーナーに売ってたティピーテント、果たして子供用だけどどんなもんなのかね、試してみたくて作ってみました。
この動画が良かったらグッドボタンとまだの方はチャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。また面白いものとかやってほしいことあったら、まあ、Twitter とかインスタでもいいしこのコメント欄でぜひぜひ教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。